戸松遥の抱き枕徹底解剖スペシャル。戸松さん、ついにこの企画が実現しました、はい、待ってましたよ。本当ですか、はい、楽しみにしてました。何のことと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、以前ナイトルーティーンの動画で戸松さんが抱き枕が欠かせないんだというふうに熱弁されていました、はい、でその熱弁のもうその熱量を私も感じ、抱き枕を買ったんだというお話をつい先日させていただきました。ただその時はちょっと届いていなかったんですが、ようやく届いたということで、今回は抱き枕のヘビーユーザーである戸松さんと、抱き枕初心者である私上坂とで、抱き枕徹底解剖スペシャル、なんかもう別の番組みたいになってきてる音楽番組の YouTube チャンネルです、はい、健康番組みたいなそうですね。今回は、戸松さんが三日月型の抱き枕を使ってるということで、はい、これ今回ご用意したんですが、はい、なんかモンスターハンターみたいになってるけど武器体験みたいな、こんないいやつじゃない。違いました。違いました。違いましたね。でもなんか絶対これいいやつじゃないですかこんなすごいのじゃないよ。こういう形じゃないですか。なんか、もっともっとシンプルでした。こうただただ三日月みたいな、あこうなってる。なるほどね。じゃあもう形がね、そもそも若干違うっていうところではあるんですけど、はい、どういう風に使ってるのかちょっと教えていただいても、これ頭どっちですか。こっちこう寝るってことですか、へえ。あ、じゃあでもこれ何、これ欲しい、これ何、これめっちゃいいじゃないですかもう座った状態で大丈夫ですよね。そう、多分だからこうでしょうね。だからちょっと私のやつは ここがないですけど、ここの部分、ないですけど、まあ、これをこう三日月型だとすると、右に向くときはもうこれで足ももうこうで、左もはそれの逆みたいな。いわゆる普通の枕っていうのは使ってます。もうこれだけ使ってます。使ってる。そう、普通の枕を頭に置いて、そこのなんかこうつなぎ目が切れないように抱き枕をひっつけて、もう、ああなるほど、これ枕の代わりなんですよね、多分。おそらくそうだと思います。そう、これが、ここの部分が多分自分の本当のただの枕、はい、として使ってる感じですね。どうですか、柔らかさとかは。私のやつは、あでも柔らかさ的に、あでも同じぐらいかな、もうちょっと柔らかいかもしれないんですけど、でもこれぐらいがいいです。これめっちゃいいですね。いいですか。あ、適度な弾力。戸松さんのはこうサイズ感としては同じぐらいですか。サイズはもうちょいちっちゃいですね。ここから、あ、いや違うな、だいたいこのぐらい。あで、なんか生地も、私のやつなんかパイル生地って言って、なんかタオルみたいになってるんですよ、だからなんか汗とかすごい吸い取ってくれそうな感じなんですけど、まあそれは好みですかね。なんか私はそのタオル感がちょっと落ち着くっていうところで。なるほどなるほど、はい、抱き枕はもう逆にないと本当にもう最近やってられないので、はい、なんかもう自分の体のバランスが、なんかあいつがいない人生はもう考えられないんですよ寝る時の。そこまでですか。本当にすごい。上坂さん、どうですか、届いてみて。私ですね、あの用意しました、ダンボールあのですね、いや買ったんですよ、やっぱ家で使ってるし寝具だから、ちょっともうどうやって持ってこようかって言って、あじゃあなんか用意しましょうかっていう結果、用意してくれたのはこれだった。トモさんごめんなさい、私ね、あの三日月型買ったと思ってたら、S 字でしたね。そうですよね、はい、そう思いました、 S だなと思って。ここに頭入れて、こうやって挟むみたいな感じなんですけど、はい、で僕さっきなんで枕の話聞いたかっていうと、思ったよりね、これ分厚いんですよ。あー、私買ったの。普段使ってる枕の高さより高くて、あーはい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 、あーこれ違うと思って、枕は元のに戻して、この人を、ちょ裏側も映っちゃいますけど、逆側向けてこうやって抱いてんですよね。なるほど、はい、で枕ここにあって、はい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 、はい、分かります分かります。頭が外側向いてる状態、はいはいはい、それしっくりきました。あ、これきました、これきました。あ、じゃあやっぱもうそれが上坂スタイルだ。上坂スタイル右側向きがいい人と、ほら左向きがいい人と、なんか利き側なんかありません？ありますあります。そうそう、だからこういう時はね、これでいいのよね。あーそっか、右の時はそうなの。そうそうそう、私どっちかっていうと、左の方に向く方が好きなんですけど、でもなんかほら偏りすぎてもなんか骨格とか歪んじゃうとあれかなと思って、たまにこうやっぱ右向いたり左向いたり、なるべくこう平等になるようにはしてるんですけど、私寝る前にどうしても YouTube 見ちゃうんですよ、YouTube 見たりもう携帯をね、こう見て動画見ながら寝落ちする人なんですよ、左向くと充電のケーブルが届くんですけど、右向くとなんか充電ケーブルがピーってなるのがすごい嫌ではいはい、はい、なんかちょっと届かないみたいな、コンセントが、それが地味に悩み。
あ、なるほど。そうなんです。ちょっと、ね、私聞きたかったのが、これじゃ使い始めてもう1週間以上経ってますね、うん、あの寝るときはすごいしっくりきて抱いてるんですけど、はいはいはい、起きると蹴飛ばしてるんですよね。いつ私はあんなに抱きしめて寝てるのに突き放してるんだろうと思って、はいはい、そういうことないですか。私そこまではないかもしれないです。なんか落ちてるとか、まあ、の手から離れてることはありますけど、でも意外とそばにいますよ。起きたらおはようみたいな横にいますよ。トマさん、はい、抱き枕すごい押してくださいましたけど、はい、抱き枕買おうってなんで思ったんですか。なんか共演者の方かな、なんか現場で抱き枕あるとすごい楽だよみたいな話をなんかしてた時があって、嘘だみたいな、かさばるしなんかそんな変わりますみたいな感じだったんですけど、いや騙されたと思って買った方がいいよみたいなことを言われて、じゃあ試しでみたいな。結構好奇心旺盛なんで、なんか勧められるとやってみようって思うタイプなんで、もともと買ってみたんですよ。で騙されたと思って抱いてみたら、もうあいつがいない生活を考えられた寝つきが良くないなとか、ちょっと睡眠でもうちょっとこうしたいってあったんですか。うん、ありました。私寝つき良くないんですよ。あの浅い眠りみたいな、夢ももう4つぐらい見ますし、でも抱き枕を抱いて寝るとその質が良くなったかどうかは自分では分かんないんですけど、あの精神的 なんかこう安心感は間違いなくあると思って。なるほどなるほど。職業柄結構アドレナリンすごい出まくって家帰ってくる時とかが多いんで、結構なんか寝る時もまだ頭が興奮状態だったりする時とか多いんですよ。そうでも抱き枕あるとやっぱ安心します、すごく。もうずっと今使ってらっしゃるやつになります、それともこうやってちょっといろいろ別の探してみようとかと思ってます。ちょっと浮きしそうですねこれでは最後に戸松遥香さんにとって抱き枕とは何でしょうか。そうですね、まあ、人生のパートナーみたいなもんですかね。何の番組だこれ抱き枕のプロみたいなポーンみたいなね。そうポーンまさかね、はい、ナイトルーティーンのところからこうして抱き枕の話で、いやこんなに話広がると思わなかったです、はい、いや私自身もだって影響受けましたし。そうですよね、はい、本当に実際買ってそう試されてるわけですもんね。むしろもっとどうやって使ってるんですかってこう、ねうん、抱き枕プロフェッショナルのトマスさんにもっと使い方を聞きたいなと思ったっていう、そういう、ね、きっかけでちょっと話が広がっていったので、今後、今回の抱き枕企画のように、はい、トマスさんがプライベートでハマっているものとか、好きなもの、やってみたいこととか、やってみたいこと、ちょっともうちょっとこう知りたいなと思ってるものとか、なんだろう、なんか美味しいものが食べたいなんかここで食べれなくてもいいんですよ、知りたいんです。だから例えば名古屋飯とかも、はい、私この収録のねの度にこう名古屋行かせていただいてますけど、全然そういう名古屋を堪能することなくやっぱ帰っちゃうので、東京になんかいつかこう本当にこう名古屋を堪能できる日が来た時になんか知っておきたい、今のうちに勉強したいです。だから最近の名古屋を知らないんですよ、そういう意味では。最近の名古屋を知る、そうあいいかもしれないですね。おすすめスポットとか、最近名古屋飯こういうの出てきたって知ってるみたいなそういうのとか知りたいですね。なるほどなるほど、あと前回のね買ってよかったものでは、調理器具調理家電ですとか、あとはお掃除ロボットの話出ましたけども、はい、これ気になってんだけどとか、はい、ちょっと私今これいいと思っててみたいな、はい、どうしました、ありました。違う、ちょうどほうほうほう、いや全然本当あの買い替えたばっかりなんで今すぐ買い替えるはないんですけど、なんか最近ドラム式の洗濯機がめちゃめちゃいいって話をこれ、ね、持ってます。私はあのそれこそ去年新居で暮らし始めて悩んだんですよ、はい、えらい悩みまして結局普通の方にしたんですよ。あ、はいはい、私も縦です。縦ですか、はい、ドラムにが気になっている。そうなんですよ、この間それを聞いた方が、もう20万以上するドラム式の洗濯機をすごい買ってみたって言って、でもまあなかなかいいお値段するし本当にって思って買ったんですけど、もうあいつのいない生活を考えられないって言ってたんですよ欠かせないパートナー増えてきますね。そうなんです、だからなんか夢ですよね。そのまだ私去年買い替えたばっかりなんで、私も洗濯機を、だからその今すぐではないですけど、なんか
本当に洗濯物がふわふわになるんですって。へー。だからそれ聞いたらドラム式の洗濯機って使ったことがないので、めちゃめちゃ今気になってる家電なんですよ。なるほどなるほど、うん、視聴者の皆さんの中で、はい、これ知ってくださいよとか、うん、2人知ってますかみたいな。あ、確かに、ね、ほら私たち意外と最近のこと知らないじゃないですか。そう、ね、YouTube でバズってる動画知らないもんね。そう、はい、そうなるから教えていただきたい、ね、ぜひ流行について教えていただければと思います、うん、はい、ボンバーイの YouTube チャンネルではさまざまな企画を行っています。ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップへの登録もお願いいたします。